お疲れ様でお疲れ様です。す。まずちょっと率直に感想をお願いします。そうっすね。今日はね、たくさんのファンの人が僕たちの世界タッグ新王座の姿をね、楽しみに京都にね、駆けつけてくれた人も多かった中、まあ、申し訳ない気持ちもありますね。まあでも最後の、まあ今この試合終わってからすぐ撮ってるんで、スワマーの底力っていうか、まあそういうものを感じましたよね。ね、スワマー選手のラリアットから、はい。なんかこう、形勢が一気に変わったなって感じましたね。ああ、そうっすね。やっぱり彼やっぱり調子いい時はラリアットがね、やっぱりかなり走るんですよね。だからちょっと今日は、スワマーの、なんすかね、突発力っていうか、意地でも、リングの、譲らないぞっていうのの力に、こう、僕と青柳が、ぐわーって、こう、なんか波で襲われた感じですよね。まあね、鈴木秀樹選手も、やっぱり、まあ実力者ですからね、あんな風にやってますけど。まあなんで、完全に、最後いいようにやられましたね。正直な話。いや、ちょっとね、僕も鈴木秀樹選手の最後、ダブルアームスープレックス食らって、ちょっと首と腰を痛めちゃいましたね。大丈夫ですか？冷やして。まあ、思いがけない角度だったですね。まあでもね、やっぱりね、なんといってもですね、今回は世界タッグを取ることがね、第一の目的だったんで、それが達成できなかったんでね。ちょっとファンの皆様に申し訳ないなっていうのが、やっぱこの YouTube を撮りながら思いますよね。今回こそはっていう感じはちょっと思ってたんですけども、ねそんな全く別に笑うことじゃないんですけえ。はい。ど、笑ってるじゃないですこの感じの動画何回撮るんですか、マジで。でもこれオーディッチさ、これこういうタイプの動画何回撮るんですかって言ってもしょうがないじゃん、もう俺プロレスラーなんだから。違う、なんか、ありがとうございますと、なんかありがたいですよねと同じぐらい撮ってます、そうなんですよ。だからもうね、これファンとして申し訳ないって結構俺言ってるよね。ちょっと、もちろんね、全くその、絵にこぼす場面ではないんですけども、まあね、でもしょうがないよね。ただあれですね、なんかこう、結構、青柳さんがなんていうんですかね、リング上にいるシーンがちょっと長く感じたんですけど、それは結構作戦かなんかなんですか？いや、いつも、青柳も多分あれ、許容範囲で、多少捕まっても、僕につなげて、最後、まだまだ行くっていう、まあ、スタミナの長期戦に俺らは持っていこうと、多分作戦考えてたんですよ。多分、あっちは瞬発力のチームだから、その中で僕らは長い時間をかけて、まあ、やられながらも返すっていうのは僕らのビジネスタッグの、ほら、勝利の方程式っていうか、まあ、そういう試合の組み立てをやるじゃないですか。だから、やられてもやられても、そっから行って、なおさらそこから上乗せして、二人でチーム力で勝つっていうのが今回の作戦だったんですけど、その上乗せするタイミングであっちのパワーでねじ伏せられた感じですよね。最後の二人同時のドロップキックなんて多分やったことないと思うんで、彼ら。ああいうところでは、ああいうバカだのなんだのって言ってますけど、意外と、緻密にこう作戦を立てられてたんじゃないかなって感じはしますよね。最後のあの感じは。あれ多分狙ってたと思うんですよね。最後のああいう展開っていうのを。そうですね、2人の。だからそういう意味ではちょっとやられちったかなっていうのはありますよね。まあまあしょうがないっちゃしょう。まあそんな終わったことをね、まあ振り返ってみればまあそうですね。でもまあ僕が諏訪間選手がフォローしている時にブラックアウトをかまして、そっからいつもなら僕の流れに持っていけるところなんですよ、あれって。あそこからまさかのスワマが一気に右のラリアットで僕にぶちかましてきたんで、そうですね、あれでちょっとスワマを切れさせちゃったかなってとこありますよね。変なスイッチ入れちゃったというか。あそこでちょっと僕らも面食らったとこありましたよね。で、その後バーンってドロップキック、バカーンってぶっ飛ばされて相手に投げられてますからね。
うん、まあ、やっぱなんせ投げ技が強いチームだったんで、はい、そこは警戒してたんですけど、ああいうドロップキックっていうのはね、ちょっと予期せぬ動きでしたけどね。まあちょっと青木選手に最後託しすぎたかなっていうのもありましたけどね。ちょっと敗因かもしれないですね、もうちょっと僕がいけたらよかったかもしれないですね。どうなんですかね、でもね。そうですね、はい、今ケンドさんもおっしゃってましたけども、はい、まあとりあえず終わってしまったんで、うん、とりあえずはまあまた前を向いてというか、そうだね、そうだよね、それしかないよね。あとなんか、はい、直近のといいますか、うん、要はね、大晦日に向けてはこう三冠のためにっていう形で、で今回は、ね、うん、世界タッグに向けてっていう感じで調整通していただいたと思うんですけど、うん、まあ、今後のこの当面のなんかこう、ケントさんのプロレスの目標みたいなのあるんですか、今。いやね、今日バックステージでも、まあ、もちろん敗因っていうかね、はい、負けてちょっとふわふわしてた部分もあったんですけど、ただ、はい、これから、まあでも、正直もう、三冠も大晦日負けて、世界タッグもこの2月25日に負けて、正直、はい、まあ全日本プロレスのね、主軸と言われてるシングルとタッグのベルト負けたすぐじゃないですか。はい。だから正直、明確な何かってのは今見当たってないですよね。あ、今日バックステージでも、なんていうんですかね、三冠も、世界タッグもいつでも行ってやるぞっていう言葉を発したんですけど、うん、正直ね、まあ、最後尾っちゃ最後尾の方にいるじゃないですか。三冠も世界タッグも、うん。そういう意味ではね、ちょっと俺も考えなきゃいけないよね、おでちこれ、うん。うん、そう思ってますよ。今日もバックステージでコメントしながらも、そうは言いつつ、次何を狙おうかなっていうね。だからまあでもそれもチャンスを引き寄せなきゃいけないんだろうね、またね。最後尾だろうが何だろうが。ね。それしかないよね。それが率直なってことですね、うん、今の。そう、今の正直なところ、本当に何も飾りっ気のない言葉で言うと、三冠も大晦日に負けて、世界タッグもね、今日負けちゃって、そういう意味では、すぐに三冠挑戦するとか、すぐ世界タッグに挑戦するっていう気持ちではないかもしれないですね。だからまあ、まあこう、34歳の今日ラストマッチだったわけですよ。はい。そういう意味ではなんかこう、35歳になってなんかまた次の目標が見えるのかなとか、そういう淡い期待は、なんかちょっとまあ、時に身を任せるじゃないけど、ちょっとそういう、自分から掴み行くよりはちょっと時の流れに身を任せようかなって感じですかね。そんなとこですかね。はい。まあ、そうですね。なんか、でも皆さんもちろん、ね、負けてしまったとはいえ、じゃあ、期待しませんってそんなわけはないので。ね、本当、本当にファンの方がね、背中を押してくれてるからね、毎回ね。地元福岡でも世界タッグ王者になるって言ったっすけどね、嘘ついちゃいましたね。いやー、まあね、オーデチ、うちの公式のツイッターでもオーデチが負けちまったってね、つぶやいてましたけどね。だからそういう気持ちのファンがいっぱいいたってことだよね。配信を通して見てくださった方はね。はい、また普通にツイートしてしまいまして。うん、もうオーデチ最近良くないわ、本当に、そういう公式のツイッターなんだから、本当に。うん、そうそう。まあでも、オデッチはね、そういうところで見てるから、まあファンの方もね、オデッチのそういうところが多分、皆さんが、ね、引かれる部分だと思うんですけど、まあね、悔しいよね、オデッチね。いや、でも、ね、こうやって、まあ本音もお伺いできるんで。そうだね、試合直後だからね。はい、うん、そういう意味ではね、まあこうやって少しでも自分の言葉で、こういう YouTube を通しても、試合後の気持ちを届けられたなと思って今ね、こうやって収録してるんですけど、オデチにも付き合ってもらってね。まあね、でもまあ、ちょっとね、時に身を任せよう。ね、はい、27日で35歳にもなるしさ、ね、そういう意味ではその35歳の、宮原健人がどういう流れに身を任せるのかっていうところで、どんなことが起こるのかっても楽しみだしね。まあここで、まあ、負けたことはしょうがないよね。もういつまでもああだこうだ傷っててもしょうがないから、まあいつものことだけどさ、はい、また前を向いていくしかないよね。
はい、うん、まあ次はですね、うん、27日、うん、誕生日ということで、そうだね、またその時に切り替えて、切り餅を切り替えてね、みんなとやっていきましょう、うん、いやでも本当今日はね、京都大会世界タッグを、期待してくれた、世界タッグ新王座になることを期待してくれた皆さんには申し訳ない、気持ちですね、でもね、もうまた明日から気持ちを切り替えてやっていこうと思います。本当でも、世界タッグ新王座に向けて応援してくれた皆さん、本当にありがとうございました。また明日から頑張ります。